チンチン。はい、こんばんは。 OK、 はい、はい、皆様こんばんは。あ、こんばんは。まだ5ですね。もうちょっと待ちましょうか。はい、はい、少々お待ちくださいませ。もんちゃんは、もんちゃんここにいるよ。もんちゃんはキャリーバッグに入ってみました。はい、こうです。もうちょっと引いた方がいいかな。皆様こんばんは。ごめんなさい。バンビパパ入りました。はい、はい、寒いっすね、うん、寒いよね。急に寒くなっちゃったの。あら、こんばんは。こんばんは、皆様こんばんは。よろしいでしょうか。そろそろもうちょっと、あ、明日は5度高いそうですよ。お、ちょっと高い。明日暖かめ。まあ、でも今日が寒いからね。ね、明日晴れるらしいですよ。やった、久しぶりに晴れですね、って言ってましたよ。よかったですね。ゴンちゃん後ほど乗りますかね。そろそろよろしいですかね。2分ぐらい。いいでしょうか。もう、あの、皆様だいぶお集まりいただいておりますので、はい、では皆様、はい、はい、こんばんは。犬心インスタライブ、はい、何回目でしたっけ。10回目。あ、10回目。はい、記念すべき10回目、おめでとうございます。無事10回目ということで、はい、皆様こんばんはでございます、はい、本当に。はい、では、ちょっと早速始めさせていただきたいと思います。はい、まあ、寒いですよね、本当にね、はい、今ね、はい、で今、皆様に、まずお礼を申し上げなければいけません、はい、あのアニマルスロット大変な盛り上がりをして、皆さんがなんかいろいろとご意見をいただいておりますけれども、はい、皆様とても楽しかったとおっしゃっていただいておりまして、皆さん、きちんと見ていただいてますかね、あのライブ配信の方は。初めの半分ぐらいで当たってね、あ、バンみたいな、もういいやっつってこうちょっと切っちゃってる方、あの最後の方にちょっとラッキーなんちゃらがあるので、ぜひ最後までご視聴をしてみてください、はい、もう捨てちゃった方はごめんなさい、ね、結構いる、うん、そうそうそう、当たってないからポイってねしちゃったみたいなんですけど、はい、ございます。あの最後までご視聴ください、はい、で受け付けてますので、はい、当たっている方は早めにポイントつけさせていただきますので、はい、お待ちください。ちなみに出たそうですよ、ピタリ賞隣でね、はい、熱帯クラブさんで、はい、うちは出てない、ね、あとまあ、あ、うちは今連絡はいただいてませんけれども、はい、アニマルスロット自体では出ておりますので、はい、皆さんもう一度きちんと見ていただいてね、はい、はい、で最後までご視聴ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、で、先にほらいつもね、巻きの巻きの巻きみたいになっちゃうから、イベントのご案内をさせていただきます。あ、それ言ったらあれですね、ララポートの防災のイベントも皆様ご参加いただいてありがとうございました。結構防災について考えさせられましたなんていう方もいらっしゃるようなので、これを機会にね、ぜひ犬心の東川口店の方でもちょっと今日程調整中なんですけれども、やるイベントになりますので、あ、そういうのがあったよねって思われてた方でご参加できなかった方でね、ぜひ東川口の方でご参加いただければと思いますのでお願いします。はい、日程は追ってお知らせしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お伝えしたかった、はい、イベント、はい、じゃん、撮影会、はい、はい、どうぞ、はい、はい、皆様、毎年、まあ、ここ最近ずっとやってるんですけど、春と秋の会があります。で、こちらは要は春の会です。春の会はバッグが黒いです、真っ黒です、はい、黒バッグで
動物さんのお写真、要はペットちゃんたちのお写真を撮りますっていうイベントになります。はい、でこちら、4月の27と8、はい、27日、28日が犬心の、あの27土曜日がララポートの方になりまして、28がこちらの東川口の方になるんですけれども、27まだちょっと余裕があるそうなので、あの黒いバッグ、黒い子を撮影するときなんか不安っていう方多いと思うんですけど、黒いなんだろう毛の子ほど美しく見えます。すごいこうね、黒の一本ずつの毛がなんだかね見えるんですよ。光っちゃわないっていうのかな、溶けなんかね、黒って言っても犬の毛って真っ黒じゃないんで、なんかねちょっとこの質感の違いが綺麗に映るんです。だからこう結構ねかっこよさが生まれてきたりとか、なんかこうなんだ顔の表情とか毛の表情みたいなものがすごく出るので、ぜひこの機会にご撮、あの撮影の方ね参加していただけたらなと思いますんで、あの27日28日、まあ、ゴールデンウィークのもう差し掛かりっていうか始まりですよね、うんうん、この時になりますので、皆様ぜひご都合合わせて、あのただこれ突然のご予約が叶いません。27の28の突然いらっしゃいましたではちょっとできなくって、予約が必要になってしまいますので、事前になので、あの事前にご連絡を皆様お願いいたします。27の土曜日がララポートで、28日の日曜日が東川口になりますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。あ、猫ちゃんとかでも大丈夫ですよ、ちなみにね。はい、チョコの頭の毛もちゃんと見えてました。あ、そうなんですよ、チョコ兄さんの。チョコ兄さん、あの黒い顔の子なんですけれども、そう、黒い毛でもきちんと映るので、本当にね、なかなかねないことだと思いますけれども、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、では、本題に入りましょう。今日は早く本題になりましょう。はい、一応なんだろう、テーマとして今日挙げさせていただいているワンちゃんにとって良いご飯というか、ご飯の選び方のコツみたいなもの、皆さんご飯って何を基準に選んでらっしゃるのかなと思いまして、聞いてみたいところではあるんですけれども、皆さんがお家の子に食べさせたいと思うものっていうのは何を基準で選ばれてますかね。はい、どうぞ。そんなこと言われても、なんかあります、なんか ないかしらどうですか。いやね、ご飯の話をするとすごく長くなるのですよ。で、実は今日その1ってやったのは、いや終わんないだろうなと思って、その2で終わるのか、その3が必要なのか、その4はない方がいいと思うんですけど、その3ぐらいまでで収められるといいなとは思ってるんですけど、その1っていうのはもう本当に始まりの始まりでして、何が皆さんのご飯のこう選ぶ基準になってらっしゃるかがちょっと聞いてみたいところはあるんですけども、なんかありますか。みんな止まっちゃった。あ、カリカリご飯、ふにゃふにゃは苦手。カリカリご飯、ふにゃふにゃは苦手。ドライとかウェットとかふやかし、うん、そういうのもそうだし、まあ なんだろうね、うちの子にこうなんかこう、まあある方は例えばブリーダーさんのところから買いました、もしくはペットショップでワンちゃんを購入しました。で、そこのお店の人が、ブリーダーさんがこのご飯がいいですよって言って、きっと渡されたご飯を今もなおずっと使われてる方もいらっしゃるのかなって思うんですけれども、アレルギー安全性、アレルギー安全性、アレルギー安全性、はい、はい、ふにゃふにゃカリカリご飯、他なんかあります？アレルギー安全性ね、うん、ね、まあバンビンちゃんね、もうねアレルギーの宝庫みたいな感じになっちゃってるからね。そうなんですよね、アレルギーがそもそもある方、アレルギーがない方、これでも大きく分かれると思うんですよ。
なんかないのかな。皆さんカリカリご飯です。ふにゃふにゃは苦手。うん、ふにゃふにゃは苦手。普段あ グルテンフリー、グレインフリー、無添加。あ、なるほどね。グルテン、グレイン、はい、フリー系がお好き。うちは手作りというよりは、うんうん、ドッグフードというか、うんうんうん、かな。最後の詩はドッグフード派。とりあえずフード派、うん、フード派かな。はないです。食べてくれてるうちは。帰るときは気をつ、帰るときは、まあ、帰るときね、きっとね。うん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 、なるほどね。アレルギーはないけど、そうよね、うん、皆さん変える、うん、あ、そう、変えるね。まあ、大丈夫大丈夫、分かった、大丈夫です、ありがとうございます。うん、黒柴チームのパワーですね。うん、そうだよね。そう、アレルギーのあるなしを話してしまうとすごく長くなっちゃうんですけれども、さて、じゃあお家の子が今の一日の生活のリズム、ちくわが好むもの、そうね、ちっくん好きな、ね、まあ、好き嫌いが多い子っていうのはそもそもあると思うんです。で、ドライフードをふやかしたものが、うん、多分始まりだったと思うんですよ、大体の子。子犬ちゃんの時、いや、うちのお店でももちろんそうです。あのドライフードをふやかしたものに、例えばそのままでは食べないのであればとか、もしくはうちのお店の場合はちょっとこの、あの体に良いものを蓄積させるシステムがもともと根付いておりますので、そこにサプリメントを足していくっていうのが赤ちゃんの時から始まるものなんですけれども、大体はドライフードをふやかしてそれを、まあ、上げていくスタイルっていう方が始まりの方が多いかなって思うんですけれども、お家のワンちゃんってじゃあそもそも、まあ、自分たちもそうですけれども、まずドライフードを食べている子たちってどうでしょうかね。水分の量ってお家ではどういう風に、感触として、いっぱいお水飲みますとか、うちあんまり飲みませんとか、そういうところってご飯食べてる時に気になったりしませんかね。今までの傾向上ですね、ドライフードを好んで食べる子ってまあすごくお水を飲むんですよ、ご飯を食べた後に。すごく水分を欲する子が多いと思うんですけれども、どうでしょうか皆様。食べた後めちゃくちゃ水飲みますですよね。そうそう、めちゃくちゃ水飲む子が多いような気がするんですよ。で、ドライフードって皆さん、いや、今食べたことある人って聞いたらいけないのかな食べたことある人いますか。いないよね、きっとね。食べたことあるよね。うん、あるあるうんとかしちゃった。私も食べたことある。うん、ありますあります。まあ、ペットショップの店員は、十中食べたことはあるんじゃないかなと思うんですけれども、入れないとカリカリは食べませんので、水を入れてます。なるほど。あ、そうだよね。あ、手作りの時は。そう、あのね、そう、あのチョコのね、先に解凍してる。そう、あのね、そう、そういうことなのよ。あの、ドライフードを、いや、うん、まあ、勇気がある方は、噛んでみてください。あれね、一粒食べて分かるんですけど、ドライフードってそもそもね、すっごく細かくしたものを固めてる状態のものなのよね、ドライフードって。だからドライフードのパッケージの底に粉々になったものっていっぱい残ってません？残ってる残ってる残ってるよね。あのなんか最後の方の、うん、なんかザラザラっていう感じのもの、うん、あれが口の中なんですよ。意味が分かんないね。あのご飯を食べた時、あれをカビって噛んだ時には、はい、皆さん想像して目をつぶって、おやつのカールを口の中に放った時、もしくは、今時食べないかな、乾パン、乾パン食べないね、乾パン食べないよ、ビスケット、乾パンないですけど、まあ、どうでもいい。あのビスケットをね、こう、あの食べた時に、周りには水分はないよ、ない、それをそのまま食べた時の印象で、口の中がどうなってますかね。水分持ってかれる。そう、水分持ってかれる。そう、そんな感じですよ、うんうん、あれがドライフードなのよ。わかりますか、うん、皆さん。でね、あの、いや、ドライフード、あの、あ、最初に言っとく、あの
別にあのフードメーカーさんに喧嘩を売るつもりはございませんので、お見舞いなしで本当に申し訳ないけれども、全然怪我してないからね、全然怪我してない、一応話だけで、そのイメージをね持っていただいた時に、口の中がパサパサになるとか乾燥した感じになるっていうのがワンちゃんの口の中の状況なんですよ。いいこと言ってくれてますよ。飲み物なしでコーンフレークを食べる。あ、そうそう、まさしくそんな感じを、あのコーンフレークをミルクを入れないでそのままバクバク食べてる感覚ですよ。まあ、食べたことないから分かんないかもしれないですけど、あのやってみれば分かると思う。あの感覚で粉々になったものが口の中にたくさん残ってる状態なんです。だからドライフードを食べた後にワンちゃんって水をすごく飲みたがるんですよ。わかるよね、意味わかりますよね。そういうことです、イメージとしては。で、いや最初に何が言いたいかって、お家の、ね、のワンちゃんにとって良いご飯ってこれ正直その人によって違うんですよ。わかるかな、あの個体は人、私と細部差しが違うように、体の形成も同じ兄弟であったとしてもやっぱり違うんですよ。体が違うから、作り方が違うから、あの DNA が近しいとかだったら好ましく、その近しいものが好みであるとかはあるかもしれないですけど、結果違うんでどうしても好みが出てきてしまうんです。だからさっきみたいにあのふにゃふにゃが苦手な子もいれば、ふにゃふにゃというか手作りっぽいものでないと好まない子もいるし、結論から言ってしまえば、あの選ぶコツっていうのは、いかにワンちゃんの好みを、もしくは生活のスタイルを飼い主さんが把握してあげられるかにかかってくるということです。先にコツを言っちゃうとね、そういうことなので、ね、ドライフードが歯のためにいいと思ってっていう、多分あの何かこう言われたこととか、例えばあの手作りご飯だと栄養のバランスがうまく取れないんじゃないかしらとか、いやそれはもちろんそれぞれの回答が正しいところはあるんですけれども、ドライフードと手作り食を合体したっていいわけなんですよ。お家の子はね、それでも別にあの食べる子であればもちろんそんな感じなの、感覚的に。でお家の子がまずそもそもいつもの生活のスタイルですって思う時、朝その子が起きて夜寝るまでの間にどんな感じの生活を送ってるかなっていうのをある程度ちょっと客観的に見てもらったりすると、ちょっと見えてくるものがあると思います。何が、水分量がそもそもまずその子は足りているんでしょうか、うちの子ってどのぐらい運動をしているんでしょうか、うちの子って食べた後に何してるんでしょうかとか、そういう細かいことね、そういう細かいことが結果その子の体とその子の体型を作り上げる、まあ、筋肉量とか体型とかを作り上げる必須の条件みたいなものになってくるので、その子が例えば、まあ、うちの子なんか特にそうなんですけど、結構朝方になると水を飲みに行ってたりするんですよ。多分寝てる部屋が乾燥していて、まあ、そういうのもあって寝起きに喉が渇いちゃうみたいでお水を飲みに行くんです。どうでしょうね、お家の子は どんな感じがありますかね。まずね、それをまずこう想像してっていただいた時に、水の絶対量がまあ足りないなって感じる方、言われてみればうちの子ってあんまり水を飲みに行ってないかも。例えばドライフードを食べた直後は行ってるけれども、日中それ以外で水を飲んでいるのかしら。でそこからついて回るのが今度はトイレなの。おしっこってうちの子どのぐらいしてるんでしょうか、うんちって一体どのぐらいしてるんでしょうか、これが全部ご飯に関わってきちゃうんですよ。わかりますかね。だから体型とか生活のリズムとかその内容によってお家の子に適したご飯を探さないと、どこどこメーカーの何々がいいとか、インスタでねいっぱい広告が今上がってきてますけど、いやあのそれぞれのブランドのものはそれぞれがものすごく研究と手間をかけて作っていて、特
に大手さんなんてもう何百年もそれしかやってないんだから、当然その研究データはたくさん集まっていて、しかもその子の一生がいい、あこんばんは、一生がいいみたいなものをあの統計取って寿命まで見てたりするんですよ。でしかも例えば一頭のワンちゃんの遺伝情報がすっごく近しい子たちをたくさん飼育して、その子たちにその自分のブランドのご飯をあげた一生涯と他社さんをあげた一生涯で、うちの子のご飯をあげたらこんなに寿命が伸びたのよっていうのを研究してる会社さんだってあるぐらいですから、それが基本的にあのドライフードとかね、そういうのを研究して作ってる大手さんたちが研究に研究を重ねて自分たちのところはこれだって思うものを出してきてたりするんです。で今時のこうちょっと出てきてる新しい例えば手作りに近いご飯メーカーさんは、それは逆に今度は多分一生涯を見てるって言ったら、多分まだそこまでの歴史があるところとないところ多分あると思うんですけれども、今のご飯をあげてあのその子の食育というか健康状態の多分管理をされていて、こんなにこういうとこ改善したよとかこういうの改善したよっていうデータをたくさん集めて今の状態に持ってきてたりすると思うんですね。だからどこが悪いもどこがダメもなくって、うちの子に合うものをそうあの見てる、うん、そうすごくあの重要視してもらえるとよかったりすると思います。でうんちと、そううんちはよく見てて、おしっこうんちはね、この例えばお散歩中にしてるのは見てます。でも例えばじゃあお散歩が短くなったら、そのおしっことうんちをしてた ところというのはどこで回避してる、どこで何かしてるんだろうとかっていうのもお家では皆さん把握されてたり案外してなかったりするんですよ。でなんとなくおしっこしてる、なんとなくうんちしてる、でも例えばおしっこの色が日によって変わったりすることも実はあまりご存じなかったり、寝起きのおしっこは濃くってあの回数が多くて夕方とかになってくると薄くなってきて、それは人間も同じだと思うんで、そこは多分気づくかもしれないんですけれども、うちの子うんちたくさんするんですよねとかもきっとあると思うんです。でも人間もそうですけど、排便量って、まあ、もちろん人それぞれっていうまずそこはあるんですけれども、そもそもワンちゃんたちの場合、通常例えば朝晩でご飯を食べてるような生活リズムの子だと、多分すごく消化吸収の良いご飯をお食べになってると、そうだな、うんちの回数は多分1回から2回ぐらいしか出ないと思うんです。でも例えばうちの子は3回も4回も5回も出ますっていうなら、きっと何かが合っていなくって便がたくさん出ちゃう、要は吸収されてないの、上手に吸収ができてなくて、せっかく美味しいものを大層な例えば栄養分が入ってるものを食べたとしても上手に吸収されなくってゴミとして出てきちゃってるものがたくさんあるってことになっちゃうから、そういう便の回数、おしっこの回数とかでもご飯の内容って考えていかないといけないんですよ。いい回数としては2回とか3回、そうですね、朝晩ぐらい1回もしくは2回、うん、あとはうんちが何だろう、体が、まあ、結構あの正解がいまいち言えないからなんともですけれども、よっぽど消化吸収が良い子であればうんちって小さくなるものなんですよね。で地面につかないくらいのコロッとした感じのうんち、まあ、ちょっとあのついてもいいけど、そのソフトクリームみたいになっちゃってるんだとするとそれは緩いですよねっていう感じかな。もちおくん誤解してましたから、ね、あそうです、ここに来てそうです、この前の日曜日もちおくんすごいのお腹痛いのかわいそうっていうくらいうんちしてて、そうで、まあそのうんちを多くするってことは何かしらの体の異変があっての出来事なので、そう質、うん、大事、いやね、硬さとかね、うん、色とか 色はね、でも正直食べたもので反映されることがほとんどなので、うん、
タンパクの強いものを食べ過ぎてると黒っぽくなってったりする。スミパン食べたら黒いうんち出てきた。そうそう、そういうことです。でね、今度あのお話を多分、いやいや今回はしないけど、ちょっとうちのお店にもいいアイテムが、またちょっとご紹介したいアイテムがまた生まれたんで、それを紹介するにあたっての前段というわけじゃないですけど、体はね食べ物でできているっていう話があったんですよ。だからその人の体って、人間も動物、みんな動物全般が食べ物でできてるから、食べたもので形成されていくわけですよ。わかりますよね、きっとね。そう、そこが結構重要なところになる。だから水分量がうちの子足りませんっていうことなのであれば、どうにかしてご飯だったりとか、何かご飯ではなくてもいいけども、水分を取る何かをこうプラスしてあげないと、体が、細胞がカランカランになっちゃう。と何が起こるかって、毛はパサパサになるよね、フケは出やすくなるよね、保水性がない体になるから、多分例えば赤くこうなったりとかするのも早くなったりするし、便秘にもなりやすくなったりするし、腎臓とか肝臓とかの機能にも影響したりする。何、人間暴飲暴食すると、あ、そう、はい、暴飲暴食なんじゃないとかと、はい、同じ。あ、そう、ごめんね、うんちした。あ、さ、取って取って。ね、よく見てです。チェックチェック。そう。ペカちゃん、うんちチェック。うん。散歩に出ると少しずつ出すのですが、そう、ね、お散歩中に、三碗、みんなご飯違うの大変だ。うん。あ、そうそう。あ、で、そう、そうね、お散歩に出ると少しずつ出す子は、それはある意味、マーキングになっちゃってる可能性もあるんですよ。そう、なるほど。うん、うんち自体でマーキングする子もいるんです、おしっことは別で。だからあまり訓活をさせない、訓活っていうのかね、訓活、訓活、訓活、匂いを嗅いで行動させることをせずに、結構こうね、タン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 って感じのリズムで散歩してるといいと思う。ちっくんマーキング、うんちでマーキングですね。そう、なんだろう、リズムよく本人の匂いを嗅がせるのは初めの10メートルだけみたいな、何かこう決めて、そっから先は多分有酸素運動を意識してもらって、本人が行きたいところではなくって、散歩のコースを淡々とウォーキングするみたいな感覚の方が痩せます。なるほど、匂いを嗅がせずに、そうそう、止まらない、歩かせるみたいな、はい、ピョタンタン行きますみたいな、だから音楽に乗って、うん、はい、なんかこうイエイイエイイエイってこう行くみたいな感覚を持ってもらうと、そのリズムで歩きません。うん、そう、あ、チョコ兄さんはね、チョコ兄はもう訓活だもんなって、どう見ても、うん、そう。うーん、でも散歩って本来はそういうことで、その私の感覚上、トイレで散歩するのはトイレ散歩であって、歩くウォーキング散歩ではないんですよ。で、おトイレ散歩が10分15分あっても、あ、いや、もう話はすごくずれるけど、ダイエットしてる子がうち20分30分散歩行ってますって言ってても、そのおしっこ散歩が20分30分の子はまず痩せません。うん、そのクン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 の活動で時間が 2,30 分になってるだけで、結果的に体を動かしてないから痩せることはないんですよ。人間と一緒だね。そう、だからある程度のペースできちんと歩けてたりとかしないと、動物の場合はやっぱり腸も体も動かないと燃焼しないんで、なかなかね、そこ難しい。え、散歩の時で3回くらいです、最後の3回目 3回目のうんちは何だろう、飽きた、はい、黄色くて柔らかい、そう、だからそれでもそう絞り出してるだけだから、3回目は多分本当は必要ないんだよね、本人からすると。けど人間もあると思うんだけど、その便秘の方なんか特にそうだと思うんですけど、その1回出たよってなってくると、もうたまりにたまっちゃってるから、そのずるっと全部出さないと体の方がうまく回らない子もいるので、
その子の排便が毎回そうなら3回目をさせずもう歩かせちゃうっていうのもありだと思います。けど例えばずっと便秘気味になってる、うちの子昨日とかうんちしてないかもってなっちゃった次の日のうんち3回目っていうのはもう仕方がないよね、させてあげないと。腸の中にたまりにたまった便がいっぱいあるっていうのは良くない状態なんで、でそれも結局水分量がものを言ったりするんですよ、うんうん、どのぐらい取ればいい？そうだな、よく獣医さんは1キロで500みたいな、1キロで500は多いんじゃないかしら。まあでも、うん、1キロでまあそうね、最低限多分100とか200、1キロで100から200とかじゃないかな、多分それを絶対飲んでることが条件みたいな感じかもしれないよね。200ぐらいを飲んでる、飲んでる、うん、絶対だから500っていうのは人間の2リットルみたいな感覚だよ、うん、多分どちらかというと、うん、毎日2リットル飲もうねみたいな感覚、500って結構飲むからね、多分1キロくらいの子だったら300でも結構やっとだと思う、体重が1キロだったらよ、300でも結構やっとだと思うので、もちおくんは400ですね。400ですね。あの人2キロですので。そうですね。ぐらい。だから400だから300から400は400まあ飲んでいったから、どんなに少なくても1日200は絶対飲んでほしいとか、そんな感覚かなって思ってもらったらいいんじゃない。4、5キロでも。うん。だから300。そう。4キロとかあったら400とかは飲んでほしいから。1キロ100は絶対と見てからその倍ぐらい、だから5キロの子だったら500から1リットルの間をこう飲めたら最高だよねみたいな。ちっくん300、うん、いいじゃない、うん、300は飲んでる、うん、だからそこがあくまで最、うんうんうん、500ミリっていうのはまあ理想っていうか、獣医さんによってなんかね言う人が違かったりするんで、それ一回あのお家の獣医さんにも聞いてみた方がいいかもしれないんですけど、うん、だってフェレットでね500飲むのかって言ったらね飲まないもんね。だから多分あの感覚上の問題はあると思うんですけれども、エマちゃん2キロぐらいかな。だから100から1キロで100から200はもう絶対に飲んでほしいかなっていう量、ペストース上げるようにしてから、やっぱ腸活か、いい人もいますよね。で水分量は多ければ多いほど結局、まあ、なんだろうな、そうだな、5キロの子がね2リットルとか飲んじゃうと多分結構なおしっこの薄さが出てくると思うので、まあ500くらい飲んでるとちょっと濃いめのおしっこかなみたいな感じで、そこからのその開きは何なのっていうと、結局その子がどういう活動をしてるかによって飲む量が変わるんですよ。消費してるんであれば1キロが500になることもあるし、消費してない子なんであれば多分まあ倍、100から200の200とか100ぐらいがまあせいぜいとか、そんな感覚はすごく出てきていいと思います、ただ水分を多分プラスアルファで取る癖をつけていかないと、家の中で過ごしてるワンちゃんって案外飲んでないです、カラカラしちゃってる。で体が乾燥肌になりやすいワンちゃんとか、あとは例えば、冬場になるとすごい手をペロペロ舐めたり、静電気がひどくなったり、フケがすごくなったりする子ってどちらかというと保水が体が上手にできてない可能性はあったりするかもしれないんですよね。フケ出てる子結構多いもんね、体のね保水性がうまくない子だ。保水性のアイテムで言うなら、さっきの話でちょっと出てたケストースとかも、あれはあれ自体に保水性があるので、排便とかがすごくこう硬いうんちをしてすごく力まないと出ないよっていう子がスルッと出やすくなったりすることもあると思います。
ね、あとはピーウォーターだよね、前から言ってる、うん、あれは細胞にまでその水分を届けてくれるので、夏場は脱水症状、そうだから水分、そうでも夏場って比較的飲みますよねワンちゃんって、うん、喉乾くから、ね、けどそれのそのそれよりも多い量を意識してあげるようにしないと、うん、出てっちゃってる量が案外多いよっていうことなんですよ。で犬って汗をかくその線が、まあ、こういうところしかないんですよね、肉球ところの線とかしかないから汗はないんだけど、だから口でパッハ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 ッっていうあのなんだファンティングっていうか、あの息がハーハーするような行動になっちゃったりするんですけれども、それで多分出てっちゃってる量って案外多い。あとはおしっこたくさんするとかそういう風になってくるので、ちょっとこう体の中に水分をたくさん入れようね、そうウォーターを入れたら飲む量は増える、それは絶対あると思います。あの出てく量も実は多いからですね、ピーウォーターは。あーおしっこでね、そうピーウォーターを飲んでる子ってデトックス作用が強く出てくるので、体の中の悪いあの活性酸素とそのピーの中のその水素がくっついて、あのおしっこでの出る量が増えちゃうんで、だから余計に飲むっていうのがあるんですよ。で水分とかを多分取らない限り体の中に溜まってる毒素って、さっき言ったみたいに人間と違って汗をかくがあんまりないから出ていける場所がすごく少なくって、だ油みたいなところから出てきちゃったり体臭になっちゃったりするのも、その漏れてくるものがそういう匂いになっちゃったり皮脂になっちゃったり、まあ、おしっこの何かになっちゃったりはするので、そこはくれぐれも気をつけてもらった方がいいかなと思いますよ。はい、だから要注意はたくさんありますよね。 で話を戻すと、その結局のところはちょっとご飯のあげ方はまずはお家の子の生活のスタイルをチェックしてもらうこと、それが一番重要になります。で可能な限りは例えばドライフードばっかりだった方はじゃあ何かで水分量、先ほど言ったようにで、ウエットフードしかほとんどあげたことがないよっていう方はどこかで硬い食べ物もあげてみる、硬いって言ってもあのガッチガチじゃなくってドライフードみたいなものをあげておく癖をつけないと、何が大変ってウェットフードって日持ちしませんよね、まあ、しないものが多いですよね。で、まあ、今のご時世なのでやっぱり何かあった時にすっごく大変な事態になるのが結構ウェットの子たちかなとは思ってしまう部分があります。あの要は被災とかしたりねして初めて気づくことだと思うんですけども、ドライフードくらいなんですよ、そういうところに届くのが多いものって。なのでなるべくそれも全く食べたことがないですとかではないように、あのドライフードをご飯としてあげるのが苦手な方であれば、じゃあおやつにあげてみようかなとか、そういう感覚でも良いと思いますし、ドライフードを入れることでやっぱりあれって完全に栄養をバランスをまとめてあるものなので、なんだろう、カロリーメイト的な、人間で言うなら、まあ、カロリーメイトだけで生きていくわけじゃないじゃないですか人間だって。けど例えば私はこういう栄養バランスが足りないからああいうのを食べようみたいな感覚ってありますよね。そういう概念で見てもらっちゃっても構わないかもしれないですね。だドライフードが何々、ウェットフードが何々みたいに悪いとかダメとかそういうことでは本当正直なくって、いろんなものを食べておくことでその子が生活のスタイルが変わった時に飼い主さんがいかに切り替えてあげられるか、気づいてあげられるか。例えばお腹の調子が悪い時はこっちにしよう、何々の時はこっちにしようっていうのが、多分うちの子はこのご飯がもうみんなにいいって言われてこのご飯しかあげてないんですみたいな方って一番厄介になるのが、他のものをあげたことがないんで、いざそれが食べられなくなっちゃった時にちょっとね大変ってなる子が、あの、ね、食べられないんですよね、他のもの食べたがらないなんてこともあったりします。一袋ドライの備蓄があれば、うん、そうね1ヶ月、うん、そうですね、
でも800じゃなく足りない、800じゃ足りないのよ。もちおくん足りません。そう、800だと正直、まあ、5日とか、まあ、どんなに長くだったとしても1週間とか、30、30、60上げてたとしても、そうなんですよ。だから結構ご飯ってあの備蓄はねちょっと多めがいいですよ、ね、でもあの大袋で多めにしないで小袋で2つ3つ持っとくのがいいかもしれないです。あの大袋買ってあるから大丈夫だとどうしましょう。あのもう避難したらコタニーのとこ行ってください。コタのママにお願いする。でもまあでも本当そんな感じだったらもうあのなんだろう、こんなちっちゃいやつとかをいくつか持っておく。あ、ただねさっきウェイトフード日持ちしませんよねって言ってたけれども、まあ缶詰とかがあるのはそのおかげだと思った方がいいですよ。パウチ型のご飯とか、要は冷蔵とかで保存しないタイプのご飯っていうのもあるにはあるので、そういうのを例えば手作り食だからうちはお肉はスーパーで買ってるわとか取り寄せてるわみたいな方はそれはそれで普段はあげててくださいけど、たまには例えばそういうお肉のパウチだったり缶詰だったりとかをうまく使っておくことで、これを初めて今食べますっていうことでかないようにしといてあげられるとすごくその後が、まあ、便利と言いますかあります。で、私の経験上のお話なのであのあんまり参考にならないかもしれないですけど、佐藤家は揚げないものがないんですよ。いや、あのよからぬものを揚げてるっていう噂を聞いてる人はまあそれも事実だからそのままでいいんですけれども、あのいろんなものを食べたことがあるので、ちょっとやそっと変わったものを揚げてお腹を壊すはまずないんですよね。耐性があるだから、これだからうちの子お腹がすごく緩くなっちゃうのよっていうのは聞いたことがないっていうか見たことがないです。食べ過ぎではお腹を壊すはあっても、変わったものをあげたからダメだとかはあんまりないので、それって結構皆さんにもあのこう重要なことなのかなって思います。ドライフードのジップロックでの保管はいいのでしょうか。一回開けちゃうとちょっとそう、あのね、ドライフードを開けます、ジップロックで小分けにします、それぞれに乾燥剤入れます、それを野菜室で保存するんだったら OK ですよ。もうだから次開けない、い意味わかるかな、開けない、そう閉めたら開けない、あそう閉めたら開けない、要は開けないというか空気に触れさせなければいいんだね。そうジップロックで保存するのは構わないんですけど、小分けにすることによって1番目はまあその今食べてるからしょっちゅう開け閉めがあったとして、2個目3個目の袋っていうのがちょっとその開ける瞬間が少ないであろう状態にしておかないとジップロックの意味はないです。お分かりいただける。なるほど、黒柴さん2匹だからね、うん、大きい袋だ。食べてくれないチョコさんは食べられるものを探すしかないな、うん、うん、そうですね、うん、うんうん、まあじゃあはい話戻してください。あ、まだその2が次回以降あるからね。そうそうあれもう43分だから。そんな感じ。うん、なんかだからすんげえ話前段が長すぎてあれですけど、良いご飯というか、うん、コツとしてはまずはお家の子の観察をしてみましょうというところです。で水分が足りない、何々が足りない、うちの子こういうのあげたことない、何々したことがないっていう子は。あのよっぽどのアレルギーじゃない限りはできればローテーションするくらいの感覚があっても良いと思います。でいやアレルギーになっちゃうかもしれないからそんなにたくさんたくさんのものを手出したくないわっていう方はいやそれも一つの考え方なので悪くはないんですけども、いざっていう時今あげてる肉質以外のものを食べられなくなっちゃう可能性はあるから、せめて2個か3個は試しておいた方がすごく便利かなって思いますよ。混ぜるのもありだしローテーションするのもありだし、はいはい、っていう感じで混ぜるというかローテーションがそのジプシーしてるみたいで怖いっていう方であれば、お店でこうおすすめしてるのはあのこのなんだメインになるご飯を A として、 A のご飯はずっと一緒ですっていう人は結構お願いしてます。で混ぜるご飯に B と C とD があって A と B の組み合わせの月
A と C の組み合わせの月、A と D の組み合わせの月っていう感じにして、この B、C、D、E、F ってどんどん続いててもいいんですけど、ここをローテーションしてる人がたくさんいます。そうしておくことでも、あの、まあ、味変みたいなことになって、ワンちゃん自体もそんなにこう飽きが来ないかなっていうのもまずありますよね。それも本当に一つ手立てかなと思います。でとにかく水分を飲むのが苦手というか、ドライフードとかがべちゃべちゃになっちゃうとダメだっていうんであれば、ドライフードじゃない形で何か水分を取る方法として、あの水分の多い、例えば、まあ、野菜とか、あの炭水化物とか他のものも私は揚げた方がいいとは思うんです。というのもやっぱり肉ばっかりっていずれダメージがきますよ。よーく考えてね、お家の子の祖先は狼だったかもしれない、知れないよ、犬だからね、元祖はそうかもしれないけれども、うちの子が今狼に見える、どう見ても狼じゃないでしょ、ね、運動量も足りなければ過酷な生活下にもいないのよっていうところをよーく考えてね、よーく考えるとあれっていうのがだんだん分かってくるようになったりするので、まずはちょっとお家の子の観察してください、その次回までに。で次回はいざじゃドライフードを選ぶ時どこを見たらいいのかなっていうところをお伝えできればいいかなと思います。そんな感じでいいの、はい、そうですね、その2はそれでいきたいと思ってますの で、はい、で空気になるべく触れないように、はい、そう空気にそうなるべく触れないようにしてください、ご飯は。はい、お願いします。でいい感じ、あ、なんか今いい感じの、はい、この今お時間的にはちょうどいいぐらいですよ。すっごいほら押しちゃった10分ね、10分、10分だけ。そうそう、あで、新作がね、まだちょっとちゃんと締めて、ちゃんとちゃんとご飯ちゃんと締めて、ご飯は、まあ、その次回その2があるんで、またその時にまた、はい、なんでとにかくよく観察してください、まずお家の子のこと、はい、観察の仕方がよくわからないって言ったら相談してください、はい、観察の仕方がわからないはないと思うけど、まあ、ご飯とおしっこと水分どのぐらい飲んでるかと、うんうん、そうね、あとよく寝てるかとか、おやつもどんなもんばっか食べてるかとか、うんうん、ちょっとね結構いろいろ関わってくるんですよ、ご飯って。わかるかな、おしっこ黄色いのは水分量ちょっと少ない、うん、いや黄色いのも、寝起きの黄色いのも、うん、はこう悪いものとか出したりなんだりしてるから黄色くなるのは当然なんですけど、濃さも影響してたりするから、黄色の色がすごく濃いんであれば多分水分量が足りてないかなって思った方がいいし、オレンジってなっちゃうと肝臓とかそっちの胆汁とかそっち系も怪しいから、なんか違う成分混ざってませんかってところ疑わなきゃいけないし、白っぽかったりとか透明がすごいってなっちゃうと今度はそれってちょっと腎臓とか心臓とか、うーん、糖尿とかそっち系もそういう透明おしっこになっちゃったりすることもあるの。おしっこだけで見たらそうかもしれないけど、じゃあ実際ご飯はどうだろう、お水ばっかり飲んでないどうだろうとか、そういうのが関わってそういう病気ってこう名前が出てくる可能性が秘めてるので、本当によく観察してもらうと良いと思います。ですね、うん、あとね案外ね新聞の上におしっこさせてみてください、キラ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 ってすると、ペットシーツの上に新聞を引いてみてください、新聞あるかな、今撮ってない人もいるからあれですけど、新聞が乾いた時にわーキラキラしてる、はい結晶ですみたいなそういうこともわかるからね、あのそういうのが気になる方はそういうのをやってみて、話が終わってなくなっちゃうから、はい、ご飯はそんな感じだから、ちょっとご飯は次回までに皆さんちょっとお家の子の観察をして、ちょっとお家の子に合うご飯っていうのを模索する時間としましょう、うん、ね、次回までにちょっとへえってちょっと悩んでみてください、うん、はい、はい、よく観察してくださいというのがその1はいのゴールかな、はい、とりあえず日々観察、はい、日々観察をお願いしたいと思います。透明はいいんだよ、透明になっちゃうこともあるから、けどずっと透明はおかしいからね、うん、時々透明はいいですよ、時々透明は大丈夫、はい、はいはい、ということで、じゃあ今日以降なんで新聞なんだって突っ込まない、新聞ってね乾いた時に
わかるよ。わかる。新聞使ってればわかる。ペカちゃんやってみて。なんで新聞なんだっていうかね、新聞ってね、乾いた時に分かりやすいってだけかな。別にいいんだ、あの広告でも。でも広告はね、新聞おしっこ吸わないよね。そうそう、新聞だから吸うっていうのがあるのね。シニアの白内障の進行を遅らせたいみたいなおやつとかってあるんですか。ああ、遅らせたい、うん、まあ、またおやつ会とかでご紹介かな。とりあえず終わらなくなっちゃう。あるよ、あることはある、あることはあるから今度聞いて。はいはいはい、今度聞いて。おやつ会もやりたいと思います。まあ、おやつというよりサプリに近い。サプリか、そうだね、はい、サプリ会も一応、はい、検討中ですので、あの皆さん、なんかやってほしいことはバンバン言っといてください。なんか急にお客さんが減ったみたいな話がない、ね、はい、はい、じゃあ、はい、メインはちょっとこれで終了です。今日はお時間もありますので終了になりますので、はい、残り、はいはい、もちょく来てるよ、しょっちゅう。はいはい、もちょくいるいるでね。そうそうそう、はい、来ますよ、新作の商品。去勢終わったよ。はい、新作です。見て見て、可愛くない？リップの新作が出たので、キャンバスキャリー。あ、あの、あ、ごめんね、あ、リップはうちの佐藤さんお気に入り。そう、あのうちのオリジナルのリップ、ラブイントゥーザペット、あののブランドのキャリーバッグ。あ、そうね、そう、はい、お預かりします。はい、あ、ごめん、近すぎちゃった。近い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 、手が、ね、手が見てくる。すごい可愛いんですよ。ロゴが見えればいいかな。ロゴが見えると分かりやすいかな。はい、このね、折りの部分の この手持ちの部分と底の部分のこれ、まあ、そこ、あそことかもそうで、折り、これあの折ってある生地なので、折ってある生地なので、なんだろうな、あのね、多分店によって違うの、デザインがちょっとずつ色が違うって言えばいいですか。同じものがないってことなんだよね。そういうことです。あのここの色目がもうそれ本当に何だろう、一点物とは言わないけれども、本当にちょっとずつ微妙に違うので、あのなんかお気に入りをぜひ探していただきたい。でこれ、まあもちろんワンちゃん用のキャリーバッグなんですけれども、フェレトちゃんたちも大丈夫だよ、キャリーバッグなんですけど、これね、もうキャリーじゃないわっていうくらいの感じ。私この色かこの色かちょっと悩んでて、今どっち買おうかって感じなんですけど、二色展開です。そう、普段のバッグに使えるように、まあ割と中もシンプルになってるので、ちょっと肩かけて、肩かけて、はい、あ、肩かけるとこんな感じ。意外と見えるのかな。見える、見える、大丈夫大丈夫、こんな感じ、うん、これが小さい方、これが小さい方ね。そうか、サイズ違うんだ。そう、あ、で、そうそう、これな、何サイズ S、 M、 S、 あ、 M、 M と, M と L、 L がいて、はい、おんちゃんが入ってるのが要は L なのですよ。こいつほらでかいからね。 L の色も可愛いね。そう、にこの色はこっちかなんて言ってんだ、こります、こっちが L。 うん、これはフェレットさんには大きいかな、ちょっと。もうちょい下がった方がいいよ。下がった方がいい。はい。うん。全体像そんな感じ。このこうちょっと色が全然違う、緑系統、あ、オレンジ緑系統っていうのかな。グリーン系統の色。で、あのこうなんかしっかりバッグの割にとても軽いんですよ。うんうん。だからぜひ、あ、で洗えますよ、このキャリーバッグ。洗えるキャリーだからね、洗えます。ぜひなんかあのなんだろう、ちょっと自分も使えちゃったりすれば、なんだろう、ワンちゃんだけってこう決めちゃうと、なんかなんかもったいないとか、なんかあるのかなっていう人もいるんですけど、一緒に使えるバッグなので、普段ワンちゃん使わないときは飼い主さん使って、でいざ出かけるよって言ったら中身自分の出してワンちゃん使ってとかっていう風に、でワンちゃん使って汚しちゃったら洗ってっていうのができるバッグなので、ぜひこの色目、春ぴったりみたいな感じなので、見た目以上に本当に軽いんで、ぜひあのお店で体感してください。プードルなら3キロ、3キロだったら M, か M で平気かなって思います。 5キロ近くなっちゃうと多分こっちじゃないと入らないと思います、L、っていう感じかな、はい、8キロとかだと、で
出てていいならって感じかな。佐藤家の入る、うん、うちの6キロはこっちで入ります。あのシャコタになるから、ね、シャコタになれるから大丈夫、うん、はい、こんな感じ。これも可愛いでしょ、ね、あ、ポケットはね、表とここにありますよ。こっちとこっち2つ、はい、あります。あとあれだよね、はい、中に留めがついてて、はい、そこら辺は通常のキャリーと、キャリーと通常のキャリーと変わらないかなって思います。はい、はい、うん、中身ね、中身ね、はい、一応、はい、留めが下についてるのね。あ、はい、下についてて、ここがこうクッションパッドみたいになってて、これを外さずというより立てかけておけるの。なるほど。ワンちゃん入れないときは、だからこの側面にしておいて、ここに入れて、で、ワンちゃん入れるときはこれを下げてっていう入れ方ができるってこと。大丈夫かしら。はい。はい。ちくわは L サイズかなって。チック L。うん。M でも、M でもいけそうな気がするけど。うん。うん。L だと結構埋もれちゃいます。てかちゃん、お高いんでしょ？サイズで L は固定じゃないです。両方、そう、両方ある。 M でも L でもどっちの色もどっちのあれもあります。お値段いくらでしょうか？お値段ね、はい、こちらが M がズバリ、はい、ズバリいくらですかって、はい、14,850円、はいはい。で、大きい方が15,950円、はいはい、タイムセールですみたいな感じはないから皆さん、あの、新作1個買うと1個ついてくるとかない？ない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 よ、ね、ないよ、ない。あ、私なんか書きましょうか、サインとか。あ、そうそう、まあ、なんでもいいけど、はい、じゃあそんな感じ。ないとこに書いてもらっていい？サインでないじゃん、はい、まあ、でもそんな感じ。すごくもう使い、これ本当にいいよ、私使いたいぐらい。てかちゃんち用意しとくんで、うん、L 言ってください、 L サイズ用意しとくんで。あら、嫌だあら、嫌だって何が嫌だ、あら、嫌だ、ありがとうございます。はい、そんな感じね、はい、とりあえず M が今うちのお店だとブルーの方、はい、で L がオレンジっていうのかな、のカラーをとりあえず置いてます。はい、もし必要だったら、はい、はい、反対の色、ただあのこの色の指定はできないというか、な、色は選べるんだけど、うん、このブルー柄の入り方とかはもう本当に来て出会ったものになっちゃいますので、はい、そこはぜひ、はい、はい、大丈夫かな。うん、エマちゃんのパパがおすすめしてくれてます。あ、そう、クオリティで最高です。リップのね、ありがとうございます。リップのキャリーバッグはね10年以上持つんですよ。ダッコバッグとかもね使いやすいよね。そうなんです、うん、ダッコバッグ含めて私今4つ目なんですけど、うん、最初のやつも壊れてはいないですっていう感じ。くたびれてる感じには見えるけど全然使えれ、なんていうの、こう柔らかい生地になっていくだけで、どっかが壊れたとかないんで。もこちゃん無理そうですか、抱っこ大好き。ピカちゃん入らんわ。モコちゃんは蓋を閉めないなら。ピカちゃんも入らんわ。ピカちゃんは頭が出ててよければみたいな。うん、みんなね、ピカちゃん入んないでよければ。でも抱っこバッグには入るでしょ。あの、いや、そのピカちゃん、モコちゃん入れるだけ、そう、入れるだけだったら入るよ。だって10キロの子が入るんだもん。体重的には全然余裕です。閉めなければ閉めなければ電車も乗れんし、デパートも入れん。そうそうね、あのお花見はできますぜひぜひ、はい、はい、試着できますので、はいはい、ご来店ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、で、ちょっとお店の直接のところとはちょっと関係ないところもあるんですけども、実はあの東川口店にいらした方なんかよくご存知だと思うんですけども、うちのお店の前にですね、ちょっといろんなお店さんが遊びに来てくださって、あの駐車場でって形になるんですけども、あのキッチンカーさんとか、あのご飯屋さんとかが来て販売してるんですけども、今度実は川口市のふるさと納税の返礼品に選ばれた、長い前向きが変な動きして変な、グラノーラ、あ、麦工房さん、麦工房トトさんっていう、あの、あ、人の話ね、麦工房トトさんっていうところのグラノーラ、グラノーラっておしゃれみたいな名前で、コーンフレークじゃないよ、グラノーラが あるんですけれども、そちらの麦工房さんがですね、4月の6日の日にお店の前で
販売してくださることに決定いたしております。で今実はお願いをしていたらですね、ペット用の、あ、私いなくなりした、ペット用のグラノーラを今作っていただいております。これ見えてるかな、ごめんね、はい、寄りましょうか、はい、こんな感じで多分出来上がってくると思うんですけれども、あ、味はね、これともう一種類プレーンが出てくると思います。クランベリー、パンプキンと、そう、パンプキンとクランベリーとプレーンが、でワンちゃん用も一応作ってくださる予定で、それも4月の6日の日が発売開始日という形になります。これワンちゃん用、そっちワンちゃん用、これワンちゃん用、はい。で麦工房さん自体は、はい、これね、インスタとかでご覧になったことある人いらっしゃるのかしら、うん、これすごい美味しい、開いてるけど、あ、ごめんね、食べてる我らはすごく食べてる、はい、あ、味多分たくさんあるんで、またあの細かいのは今度っていう形なんですけど、とにかく4月の6日の土曜日外で販売してますので、ぜひあのこれを機会に、いや本当にあのふるさと納税に選ばれるだけのすごく美味しいアイテムをちょっとお店の前でと、そのペット用の、はい、で今後ペット用のやつは、あの、はい、あの作っていただけることにはなっている予定なので、販売をお店でもスタートいたします、その後にする予定になりますので、で、ごめんなさい、船橋のララポートのチームさん、あの4月6日が終わったらララポートの方にも入ります、納品されますので、少々お待ちくださいませ、はい、あの、はい、なんなら先に来てください。でその日の4月6日はその人用のグラノーラの販売もしてくださいますので、ぜひぜひ健康志向の、そう、健康、皆様、あ、でもね、味がね健康志向じゃないものが入ってる、え、どういうこと、あのガーリックとかが入ってるやつが出てくるの、いや健康でしょ、いやいや、でも美味しいのよびっくりするぐらい、だからぜひ食べてください。で美味しかったって言ってくれて、あ、美味しかった、ガーリック美味しかった、そう、美味しかったのよ、美味しいの。あとね、チョコ、チョコだったかな、やっぱ黒糖じゃない、うん、黒糖もね、あったけど、うん、あとナッツとかシナモンとか、うん、結構いろんな味をお持ちなので、ちょ、何がを作って持ってきてくださるか私たちもちょっとわからないんですけど、ぜひぜひです、はい、この機会に、6日の土曜日です、6日の土曜日、はい。そして急遽決まりました、はい、はい、3月30日の土曜日と31日の日曜日、はい、キッチンカーで初のピザ屋さんが来てくれることになりました。やったー、ー食べたーい、ね、いや人用の話してます、人用です、あくまで今後ね、ちょっとペットちゃんに向けても考えてくれるようなことはシェフの方がおっしゃってましたけれども、ピザ屋さん、あ、キッチンカー自体がね、なんていうのかな、作ってることはもう前からずっと作ってらっしゃるんですけど、キッチンカーで販売することがちょっと初トライみたいな感じのことをおっしゃってたので、ちょっときっとドキドキしながらいらっしゃると思うんですけれども、美味しいらしい、すごく美味しいらしいですから、ぜひあの、あ、11時からいらっしゃいます。11時から、はい、はい、今日のなくなり次第終了かな、その日のお弁当はそれに決まりだな、そう、はい、ピザ、ピザね、あ、で、あのペット用が多分その日にはまだ急にはできてこないので、うん、ちょっと、お、ちょっと後にね、チック待ってるよ、はい、ピザ屋さん楽しみにしててください、ぜひです。唐揚げ屋さん、唐揚げ屋さんね、まだ連絡ない、唐揚げ屋さんも多分そのうち来るよ、大丈夫、はい、あ、ちなみに31日の日曜日は焼き芋屋さんは最後です、はい、3月でいつも焼き芋は終了になるかなって感じなので、まあ、高くなっちゃうからね、はい、はい、その日はあのピザ屋さんの後に焼き芋屋さんが来るので、ちょっと、はい、あの買いだめしてください、はい、大丈夫かな、あれピザ屋さんの時間が11時からからなくなり次第、ただ日曜日は夕方の4時ぐらいまで、土曜日はなんかきっと頑張ってれば夕方夜とかまで、なるべくたくさん作ってくるとは言ってましたけれども、うん、多分5時とかそのぐらいまでは頑張ってくださるかなと思ってますけれども、いや、いかんせんなくなり次第って言われちゃったんで、なくなり次第です、11時から4時ですね、はい、だからお昼時をもうちょっと、そうですね、ぜひ、あとは3時のおやつとかそのぐらいを目安に来ていただけると、コタちゃん、そうですね、あ、そう、ピザと焼き芋入れ替え、入れ替え、そうそう、そんな感じ、ぜひ楽しみにお待ちください、はい、はい、焼き芋も最後ですので、はい、って感じかな、はい、はい、
ちょっとそんなところも賑やかになると思います。はい、なんか皆さんちょっとすげえ早く、まあ、5分押してんじゃんってね。してる押してる。あのなんかありますかこれっていうの。もうピザのことしか覚えてない。楽しみです。はい、ぜひ。はい、そうだ、ピザのことし、あ、いやいや違うよ、ワンちゃんのご飯のことを考えてね。ピザとか考えてなくていいから、あの、あ、いや簡単に考えていいんだけど、あのご飯ね、ご飯の話ね、ぜひ。はいはい、大丈夫皆様。はい、じゃあまとめますが、はい、撮影会がまだ枠残って、はい、出ます。うちもちょっと残ってるんね、はい、28日日曜日。ただ撮影会もこれ予約がいっぱい、定員がいっぱいになったらもう、受付終了になってしまいますので、そちらだけはご勘弁くださいませ。はい、うちも28日の12時台がちょびっと残ってる感じなので、12時台がちょっと入れ替わってる感じがありますので、ちょっとだけ空いてます。そうですね、もしよかったら、はい、はい、撮影会来ていただければ予約の電話待ってます。お願いします。はい、はい、で今日は犬にとってのいいご飯っていうところで、いい、はい、皆さん宿題になりますが、はい、自分ちの、ね、はい、自分ちのこのまず生活のスタイルを見直してみてください、はい、で見直すというより観察してください、はい、まずね、それが重要になりますのでお願いいたします。はい、はい、ですね。でその2はまた、はい、はい、次回今度は、具体的にドライフードのとかご飯のどこを見るといいよっていうのだけご説明しておきますので、そうすると皆さんちょっといろいろ選びやすくなるんじゃないかなと思います。はい、で何か突っ込んだ質問があればその時にぜひお願いいたします。はいはい、はい、で、次がリップのバッグですね。はい、はい、新色出ましたのでよかったらご検討ください。ここにもこういう冊子も、こういう何でしょう、あのパンフレットみたいなのもお用意してるので、よかったら他の商品とかも一緒に、はい、はい、見に来ていただければ用意してます。はい、32だってすごいね、カタログが32冊もあった2冊しか知らないけどね。はい、 ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、そんで最後が、はい、はい、まあ、イベント、とりあえず30と31、これ3月です、はい、ピザ屋さん来るよ、はい、31日焼き芋屋さん最後だよ、はい、で4月の6日の日は、はい、グラノーラ、はい、麦工房トトさん来ますよっていうことで、はい、はい、皆様よろしくお願いいたしま す。で次回ね、はい、次回のインスタライブは予定は4月の9日かな、はい、火曜日また、はい、夜9時だと思います。そうですね、我らは9時が好きなので、はい、はい、はい、その時までの宿題です、皆様よろしくお願いいたします。お店に来た時にこんなのやってほしいっていうリクエストも、うん、言っていただけると嬉しいです、はい、ぜひ、はい、何かご意見あれば、はい、おっしゃってくださいませ。はい、いつもなんかよくわからないで申し訳ございません。はい、皆様、はい、ぜひまたお待ちしておりますので、はい、よろしく。あ、グラノーラ食べたい、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあペカちゃん週末、月末か、月末じゃないの、はい、4月6日ね、グラノーラ4月6日月初、はい、4月6日ね、はい、はいはい、よろしくお願いいたします、はいはい、エマちゃん今度連れて遊びに来てください。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。